図書館情報大学は茨城県筑波市かすが一丁目二番地に本部を置いていた日本の国立大学である。1979年に設置され、2004年に廃止された。大学の略称は図上大、あるいは図上図書館情報大学閉学記念碑2002年に筑波大学と合併し、高知は筑波大学かすがエリアとなった。2004年に完全統合され、 閉学した。同窓会は、図書館情報学立花会である。1919年に、文部官僚であった、乗杉義ぎよが、図書館員を専門的に要請すべしということを、県議し、1921年に、文部省図書館用務員に要請書が開設されたのが、日本の図書館員要請の始まりである。1925年には、図書館講習所と解消し、 1945年に一時閉鎖となったが、1947年に帝国図書館付属図書館用務員養成所として再設置。その直後、帝国図書館が国立国会図書館に名称を変えたのに伴い、国立国会図書館付属図書館職員養成所と改称した。1949年には文部省書館となり、文部省図書館職員養成所となった。 1964年に東京都世田谷区に図書館短期大学を設置。その後、図書館短期大学が発展的解消を遂げ1979年10月に4年生大学として筑波研究学園都市に図書館情報大学が開学した。図書館情報学は図書館学と情報学の結合による新分野として注目された。その後、 1> 第1期学部入学生の卒業に合わせ、1984年に大学院修士課程の図書館情報学研究科を設置。2000年には大学院博士課程の情報メディア研究科を設置するなど、インターネットの登場や情報の伝達形態の急速な変化に合わせて対応してきたが、国立大学等配合の最初の事例として2002年10月、筑波大学と統合。 在学生の卒業時までは存続予定であったものの、国立大学法人化により、国立大学法人が複数の大学を有することができなくなったため、2004年3月に図書館情報大学最後の卒業生を送り出すと、共に閉学。閉学時点での図書館情報大学の在学生は、統合時に筑波大学に設置された図書館情報専門学群及び図書館情報メディア。 研究科に移行。その後、図書館情報専門学群は2007年度の開祖の際に情報学群知識情報、図書館学類となっている。略称は図上大、あるいは図上、れに情報大とも、外部の人間からは図書館大、図書館と呼ばれることもある。学部組織を持つ国立大学としては電気通信大学と同じく、 その名称日名を含まない大学であった。図書館情報大学は大講座制をとっていた。当初は、第1大講座第5大講座と呼ばれていたが、となり、1992年には、知識情報論講座が開設された。また、2002年には4分野に再編成された。毎年10月頃に、立演祭と呼ばれる、学園祭が開催されていた。立演祭の名称は、 学内にかつて栗林があったことに由来する。学園祭自体は小規模な大学らしくあまり派手なものではなかったが、ほぼ毎年実演披露されていた、釜の油売り工場は好評であった。なお、各学園祭のテーマ及び開催日は、以上各会ぐり園祭パンフレットより抜粋。また、実行委員会本部企画として、島田奈美コンサート、長野真由美講演会、J。 ウォークコンサートが行われたことがある。第18回では、アニメゲーム研究会の主催で、尾身村真まゆこおしゃべりコンサートを行った。駐車場と筑波学院大学の間にあるとては、土浦学園図書館の新交通システムの高架橋が立つ予定だった。3年生になると、図書館情報学実習という実習科目を履修する。これは、夏休みを利用して3週間程度、学外の図書館、 一般企業や研究機関の情報システム関連部門あるいは図書室などで実習を行うというものである。1993年度までは必修科目であったが、1994年度のコース制導入以降は選択科目となった。ただし、準必修としての扱いを受け、多くの学生が履修する制度として存続した。公共図書館がなかった筑波研究学園都市において、 1981年より近隣住民に図書館サービスを提供した。1990年に筑波市立中央図書館が開館したのに伴い、閉出した。年度により多少変動はあるものの男女比1対2とも、1対3とも言われ、大学の性格化名称から受ける印象ゆえなのか、女子学生が多数派を占めていた。図書館情報大学オリエンテリングクラブは、 日本学生オリエンテーリング連盟の特例措置により、大学併合前に入学した部員に限り、通常大アルックとして、日本学生オリエンテーリング選手権大会への出場資格が与えられていたが、2005年度の愛知インカレ個人ロングディスタンス競技において、最後の有資格者である24期生の高橋優也選手が大学史上最初で最後の優勝という快挙を成し遂げた。 事実上の消滅となった同大学が優秀の美を飾ることとなり関係者の話題を集めた。在学生、編集図書館情報大学の業務は筑波大学に引き継がれ、合併後も学生及び教員は図書館情報大学生、図書館情報大学教員の身分を保ったままであった。しかし2004年度に施行された国立大学法人法により、 国立大学が法人化され、一法人で複数の大学を持つことが許されなくなることになった。そのため、統合時の予定より前倒しに、図書館情報大学は消滅することとなり、在学生の学籍問題が生じた。文部科学省との協議の結果、図書館情報大学は運用上もなくなり、図書館情報大学に入学した学生を、筑波大学図書館情報専門学群 図書館情報メディア研究科に移籍することとなった。なお、卒業に際しては、筑波大学の学域に、図書館情報大学の課程を修了したとの文言が、記されることとなった。国立大学法人化後も九州、芸術工科大学生と名乗る扱いとなった九州、芸術工科大学と九州大学の統合とは、異なる扱いとなった。同窓会。 編集図書館職員養成所から図書館、情報大学に至るまでの卒業生で結成された立花会は、筑波大学の同窓会である、妙形会と合併し、2004年5月より、図書館情報学立花会として、妙形会の支部に移行した。しかし妙形会は、妙形会館の建て替えによる財政悪化で、同窓会としての活動が十分に行えず、妙形会から、 立花会へ支給される支部会費だけでは立花会の満足な運営ができない状態となってしまった。このため、図書館情報学立花会は2015年度をもって、病形会の支部から退会し、独自に活動を展開することとなった。なお、立花会は筑波大学との統合後、図書館情報大学の後ろ身である筑波大学図書館情報専門学軍、 つくば大学情報学群知識情報、図書館学類とその大学院の卒業生をも会員に迎え入れている。ありがとうございます。